西武 E31 系電気機関車。西武 E31 系電気機関車。西武 E31 型電気機関車は、西武鉄道が使用していた、車軸配置 BB の小型直流用電気機関車で、ある。1986年、昭和61年から翌1987年、昭和62年にかけて、自社所沢車両工場で、 E31、E34、e、の4両が製造された。当時、同社が多く保有していた古典輸入機関車の置き換え用として製造された。西武鉄道に在籍した電気機関車として、本形式は2代目であり、初代は1948年、昭和23年に、東芝で3両が製造された、突型機を模倣して、自社工場である。 所沢車両工場で1955年、昭和30年に申請入れた一両が、後年の改版に際して E31 系の形式称号を付与されたものであったが、1963年、昭和38年に他社に譲渡され、形式消滅している。外観は、西武鉄道の在来大型機関車である E851 系のデザインラインを継承して小型化したとも言うべき。 形状で、側面機器室の上部には、電気機関車には珍しく大型の窓が4つ並んでおり、その下には大型フィルターがついている。台車は1983年、昭和58年まで、国鉄伊田線で運用されていた80系電車の廃車発生品である DT20A 型を履いており、主電動機も3 5 1系で使用されていたものを、 転用した 130kW の直流電動機を4機、のし、吊り掛け式を採用している。釣り合い管の引き同士があるため、重連層かつ制御が可能である。塗装は、クリーム色に、朱色の3本の帯という E851 系の塗装を反転させたようなデザインになっている。また、電車用台車を使用したことで、ともすれば、腰が、低すぎ、単速に見えるのを補う。 目的、車体下部を黒く塗りつぶし、外観のバランスをとっている。E31 型は、当初から補線用工事列車の経営を主目的として、製造された。理由として、終電と初電の間隔が短く補線基地が、郊外にある西武鉄道の線路保守作業において、当時速度が遅いモーターカーで、終電後に線路閉鎖して郊外から、 資材運搬し作業をするのは非効率的で不適とされたが電気機関車は速度が出て営業時間内に本線上を走行可能で工事列車として運行を切るなど効率的な運用面が有用と判断されたからである。運用は多くの場合2両1組のプッシュプル編成で事業用として車線内の車両輸送や工事列車でバラスト散布車の牽引など他に 貨物輸送廃止以前は E851 系のダイソーとして貨物列車の牽引も行っていた。しかし、保線車両の急速な進歩により2006年度に西武新宿線、2008年度に西武池袋線の工事列車が相次いで廃止されたとで用途が狭められ、2000年代後半以降は新秋津駅からの車両輸送が主な用途となった。 2008年10月4日、交換時期を迎えた、機器類の調達が困難になったことを理由に、2008年、平成20年度内に、西武鉄道での運用を離脱すると、一部メディアで報道されたことがあった。しかし実際には、2009年、平成21年1月31日付で廃車となった E33 を除く産量は、2009年に、 入ってもそれまで通り車両輸送に使用されていた。本形式の置き換え用として、車両牽引用は2007年、平成19年に101系を全電動車化した4両編成が登場し、工事列車、バラスト散布車牽引は2008年度中にすべて、モーターカートな、工事用途で使用していた、貨車、 補機81型とトム301型は2008年10月31日付で全車廃車となっている。運用終了の理由として、他に西武鉄道車内における電気機関車の操縦資格を持つ運転士の減少や多数の車種を維持するのは困難が挙げられていた。2010年平成22年3月15日、 E31 系前期の運用終了が発表され、3月28日に、さよなら運転が横瀬西部秩父間で実施された。同年3月31日付で E31、E32、E34、e、の3両が廃車となり、形式消滅となった。唯一 E31 のみ、西部鉄道で保存されることが報道された。 本形式は通常横瀬車両基地に留置されていたが、同所で毎年10月上旬に開催される西武トレインフェスティバルのほか、毎年8月下旬には南イリソ車両基地に向かい、そこで開催される南イリソ車両基地電車夏祭りで展示車両として使用していた。本形式は当初貨物輸送を行う施設への譲渡予定が発表されていたが、 実際は異なり貨物営業のない大井川鉄道へ2010年9月に産両が譲渡された。大井川鉄道向けには、同月10日から13日にかけて、横瀬車両基地から新華谷車両区までトレーラーによる陸送で輸送されている。大井川鉄道での用途は、大井川本線での SL 急行の補助機関車である。 しかし本機は同社に在籍する既存機より出力が低く、法令手続き、整備等の関係から運用開始時期が未定とされ、無車席の入れ替え用車両として使われるに止まっていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。